奴らのすがっている希望など存在しない。十尾の頃合いのよう。第五トモン、かわいい。苦戦通り、十尾の頭になってるこいつらを倒す。十尾とやらの動きは止めたはず。大丈夫か。肩の骨が外れやがったな。見ろ、感知水球が。いや、我々が止めたんじゃなく、あれが変化するために力を貯めて動かなくなっただけだったのか。あれを止めなければ俺たちは皆終わる。すぐ動けるように準備しろ。十尾の動きを止めるのは絶対だ。イヌシ、カカシに繋いでくれ。おう。カカシ、俺だ。細胞を使ってつながりを強くしておけ。この状態の十尾がどれほどの力か奴らに教えてやるのさ。つぼうな。四角さん、一旦切ります。どうしたの。これは客だろ。命だろ。ダメだ、カムイじゃ間に合わない。あんな距離まで。程度でふらつくとはコントロールが完全ではないな。次だ。なんてことだ、あんな遠くの町が一瞬で。あからおかしいぞ。遠くばかりを狙っているようだ。では忍びたちがそのみんなを守るために戦っている。なくそうというわけだ。あの方向は。どうした青田。冷静に聞いてくれ。ここか。最後の仕事だ。戦場のみんなとつなげてくれ。十尾を止める策がある。これで連合の頭は潰した。ま、基本だな。しかまる。余計な言葉はいらねえ。やるだけだ。これってどういうことだってばよ。大きいってことだ。ちげえよ。レジ、お前は右回転だ。わかった。発見者を回転。あると、ここは戦場で今は戦闘中だ。人も死ぬ。この戦いに敗れれば全ての人が死ぬことになる。俺の父がそうだったように。作戦にはナルト、お前の力が必要になってくる。ここまで何としてもナルト君を守り抜く。10秒をうまくコントロールできんな。この状態まではこれでいけるだろう。俺が10秒の人中力になるには、俺自身が江戸天聖の死体で必要があるので。あんたに輪廻転生の術を命を捨ててするしかない。今のあんたは俺の言うことを聞かざるを得ない微妙な立場に。昔から別にあんたを仲間だと思ったこと。次にどうするかお前が決め。続きだ。ボクトンサスキの術。しゃあなら。回転が間に合わない。どこっ。螺旋手裏剣。ゼロだ。半径空壁症。数が多すぎる。日向とネジの空床では白眼。医療班、早く来てくれ。もう俺はナルト。ナタ様はお前のためなら死なんで。お前はこんなとこで。お前はヒューガを。どうして俺にそこまで命を懸けてまで俺に。殺させないんじゃなかったのかナルト。俺の仲間は絶対殺させやしない。仲間は絶対殺させやしないと言った。お前のその言葉もう一度言ってみろ。もう一度言ってみろと言っているんだ。やながら実感しろ。死を。死んだ。日差し、すまぬ。親希望を語った結果がこれだ。これが現実なんだ。死のジライアも、そしてお前が対立する限りで次々いなくなる。その先に待っているのはお前もよく知る最も恐ろしい孤独だ。かつての俺のようになったな、オビト。現実にいる必要がどこにある。加減こっちへ来い、ナルト。
きネジ兄さんが言った。ナルト君の命は一つじゃないって。それを胸にちゃんとやってのけたの。ネジ兄さんは言葉と思いを、みんながアキランティ兄さんのしたことも無駄になる。もう仲間じゃなくなってしまう。そう思う。私と一緒にいたと。アサマはお前のためなら死ぬ。一つじゃねえだろうが。仲間は絶対捨てたかねえ。それ以上グダグダ言ってねえ。おっからすでに二つの命でつながれてんだよ。おい、準備の表皮は強い。落ち着けて、ビン様。いけ、これでも食らい。ビン様、無茶しないでください。お守る俺なりの苦労。そうだ、俺の命は一つじゃねえ。ヒナだ、ありがとう。そしてネジ、行くぞヒナだ。とっても安心さ。キュービの、いや、ナルトのチャクラか。一緒に頼むぜクロマ。奈良の忍び名、わしのチャクラを受け渡しに返して。すごい、こんなチャクラをナルト君は。影分身の術。何これ、カロリーが。キュービのチャクラを渡してるのか。発血症状、力が。バイカの術イノ、準備 OK。 うん、メルダー。何、天心の術。このなら一存の舐めるな。よし、動きは止めた。もういいぞ、イノ。大丈夫か。ネジ、我らはネジの思いを捨てぬ限り、ネジは我々の中でつながり生きている。このつながりが今の俺を作ったのだ。でもあることを知っておけ。それを言うなら、目の白いうちじゃないの、ネジの場合。前回よりもはるかに強く。ほぼ渡し終えたか。力で押される。ナルト、今のうちだ。行け、ドン。おお、かけない。一度かけてしまうと死なねば消えぬ呪文。ロイ、カゴの中で死を待つだけの存在。お前らはさっき犬死にしたガキと同じ。レジのミッション、死んじゃう。いねえんだよ。僕が右をやる。シャッ、また外れ。受け、前と違って俺は切られたくもねえんだよ。カトン、爆風ラム。衣がなかったら豚の丸焼き以上になってたよ。いれ、逃げた。んなわけねえだろ。探せ。ナルト、みんなをかばい応戦ばかりになってきてるぞ。ただ弱っていくだけだな。一人になりてえてめえに分かんねえだろうけどよ、俺はそれがすっげえ嬉しいんだよ。仲間の死の痛みをつながりとのたまうなら守る必要もなかろう。でも我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、バカいねえのが一番痛えんだよ俺は。やはり間違いない。
このチャクラ柱な。くそ、このナルトチャクラありきのサンドの術を。唯一繋がってた俺と十尾を切るからだ。これからだぞ、魂。それは俺も同じだ、カカシ。カカシ先生、ナルト、こっちを頼む。火の楽しみもできたことだ。ご退場願おう。皆さん、力を合わせていきますよ。みんな無駄なことだ。また変化してるぞ。